UEFA 欧州選手権 UEFA ユーロ2020 UEFA ユーロ2020決勝 UEFA ユーロ2020決勝は2021年7月11日にイギリスウェンブリーのウェンブリースタジアムで開催された UEFA ユーロ2020の決勝戦である。ここまで33試合連続無敗8連勝中であり、 1968年以来2度目の優勝を狙うイタリアとユーロで初めて決勝進出を果たし、決勝は自国開催となっているイングランドのマッチアップになった。両者は過去27回対戦したことがあり、通算成績はイタリアの10勝9分け8敗である。イタリアはグループ A で参戦すべて完封勝利で決勝トーナメント進出を決めた。 ラウンド16でオーストリアに苦戦するが延長戦の末に勝利するとベルギー、スペインと強豪国を撃破し4度目の決勝進出を決めた。イングランドはパフォーマンスに苦言を呈されることもあったがグループ D を参戦無視点で首位通過した。ラウンド16でドイツを相手に解消を収めるとウクライナ、デンマークを破って史上初の決勝に進出した。 イタリア部イングランドを前半イタリアは4の3の3のフォーメーションを採用。準決勝のスペイン戦と同じ11人が先発した。イングランドは準決勝デンマーク戦から1人変更。部下ヨサカに変えてキーラントリッピアーを起用し、4から2から3から1ではなく、ラウンド16ドイツ戦で採用した3から4から3でスタートした。開始2分、ハリーケインが 右サイドに大きく展開し、これを受けたトリッピアーがフリーでクロスを上げると逆サイドに走り込んでいたルークショーが左足で合わせてイングランドが先制した。開始1分57秒での得点はユーロ決勝では史上最速得点となった。イングランドはその後も5から4から1の守備ブロックが機能し相手に攻め込ませず安定した試合運びを続けた。 早々ビハインドとなったイタリアは、ボールは保持するもののトリッピアーとカイルウォーカーが並ぶ、相手守備陣に強みである、左サイドを抑え込まれて攻撃が停滞。フェデリコ・キエーザの単独での仕掛けとロレンツォ・インシーンへの、直接 FK 以外には有効な攻撃をできないまま、前半が終了。0から1でイングランドがリードして折り返した。後半55分、イタリアは、 ニコロバレッラニカエブライアン・クリスタンテ、チーロインモービレを下げドメニコ・ベラルディを投入し、インシーニエのレトップに変更。この交代により、中央でボールを回すことができるようになり、イングランドを押し込み始める。60分、キエーザがエリア内に持ち込みシュートを放ち、GK ジョーダン・ピックフォードに初めてセーブを敷いた。67分、イタリアは右 CK を得ると、 ニアでクリスタンテがフリックしたボールをマルコ・ベッラッティがヘディングシュートし、これはピックフォードが右手で防いだがこぼれ球をレオナルド・ボヌッチが押し込んで同点に追いついた。34歳71日での得点はユーロ決勝では史上最年長得点記録となった。その後イングランドはトリッピアーに変え、サカを投入して4から三から三に変更、十四分には ジョーダン・ヘンダーソンを投入して改善を図るも、イタリアが一方的に攻める展開が続いた。イタリアは86分に、キエーザが足首を負傷し、フェデリコ・ベルナルデスキと交代。また、その直後に、ピッチに乱入者が現れるなどして試合が止まる場面も、あった。終了間際はイングランドがゴールに近づくも得点には、至らず、1から1で延長戦に突入した。 延長戦イタリアはアンドレア・ベロッティ、イングランドはジャック・グリーリッシュと攻撃の選手を投入。96分、イングランドは左サイドをラヒーム・スターリングが突破しエリア内に侵入し、中央のヘンダーソンへ折り返すもジョルジョ・キエリーニにクリアされた。イタリアも103分、エメルソン・パルミエリのクロスを GK が飛び出して引いた、こぼれ玉がベロッティの元にこぼれるが、 シュートは打ち切れなかった。後半開始早々の106分、イタリアは直接 FK のチャンスを得たが GK 正面へのボールとなった。イングランドも108分、ウォーカーのロングスローからチャンスを作り、ケインがゴール前にクロスを入れたが、ハリー・マグワイアの手前で GK ジャンルイジ・ドンナルンマが触って防いだ。その後は到着したまま時間が経過し、1から1で延長戦も終了した。 PK 戦両者とも一人目は成功。二人目は先行のイタリアベロッティのシュートを GK ピックフォードがセーブした。イングランドは三人目のラッシュフォードが左ポストに当てて失敗し、四人目のサンチョのシュートを GK ドンナルンマがセーブされた。五人目にイタリアはジョルジーニョが蹴ったが GK ピックフォードがセーブ。イングランドは五人目のサカが右を狙ったシュートを放つも GK ドンナルンマがセーブし、 イタリアが PK 戦を3-2で制し、53年ぶり2度目の欧州制覇を成し遂げた。交代機会は、ハーフタイムを除き3回まで。ただし延長戦突入時は延長戦開始時、ハーフタイムのほか、追加で1回の交代が認められる。ABCDE、フルタイムサマリーイタリー、V イングランド、UEFA.com、2021年7月11日閲覧。 AB、A, B, タクティカルラインアップスイタリー、V イングランド、UEFA.com、2021年7月11日閲覧。ビヨンカイパース2レフリー UEFA ユーロ2020ファイナル、HTTPS、WWW、UFA.com、インシュディネーファ、ミディサーバス、メディアリリーシズ、ニュース。 026B-12B506E86164 から 126D1674 アド9から1000。2021年7月8日、閲覧。Regulations of the UEFA European Football Championship 2018-20。20 UEFA.com。2021年5月11日閲覧。ABCD Team Statistics. uefa.com 2021年7月11日閲覧ありがとうございます。